ランチャンネルグローブジャングル特別編、まもなくです。虚構の劇団チャンネルグローブジャングル特別編始まります。こんばんは。こんばんは。月刊虚構の劇団チャンネルグローブジャングル特別編第3回でございます。今回司会を務めさせていただくのは杉浦和樹とアシスタントの小野川亜希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、どうなることやら。毎週司会が変わるようになってまして、そういう新しい試みで、前回は渡辺義弘、今回は私杉浦和樹がやることになりましたので、みんな助けてくださいね、いろいろと。最初から助けてる。言わない、助けなんていらない。さあ行きましょう。直対ですね、はい。まず今回もやります。ネットで手売り生電話やりますけども、じゃあその詳細をあきちゃん、よろしくお願いします。はい。毎週行っておりますネットで手売り生電話とは、今からこちらで番号を発表いたしますので、そちらの電話番号に電話をかけていただき、この役者からチケットを買いたいなという役者を指名していただきまして、その役者からチケットを買うというものです。でこちら特典がございまして、当日劇場に観劇しに行きますと、その指名した役者のサイン入りパンフレットをプレゼントいたします。あ、お得。はい、お得な。では早速番号ですね。はい、発表いたしましょう。ね、はい、安定してらっしゃる。はい、今日どっちが司会？一応僕が司会でございまして。すいません、今日ですね、ちょっと電波が届かないという事態が発生してしまいまして、申し訳ないんですが、電話番号一つでお送りいたします。申し訳ございません。でこちらが 080-5680-0794、 080-5680-0794 の、すいません、1本になります。はい、ですが、はい、本番中受け付けておりますので、どんどんお願いします。待ってます。待ってます。流んなくてもかけてください。かけ続けてください。いつか繋がると思いますから。はい、じゃあ次。じゃあそんなわけで、まあ、電話を待ちながら僕らみんなで喋っていこうと思うんですけども、今回のテーマ発表お願いします。はい、あなたの春におすすめの本はということで、あなたが春におすすめする本を教えてください。でこちら劇団員がまた一冊ずつどんどん説明して、紹介していきます。はい、そして毎度恒例のことをツイッターでシャープ虚構 UST、 UST は大文字ですね。こちらですね、ここにあります。シャープ虚構 UST でツイッターでつぶやいていただくか、こちらの下のメールアドレス虚構アンダーバーユーストアットsaadstage.com の方にメールを送ってくださいますと、そちらでこうね、拾って紹介しますので、もうちょっと、もうちょっと色がこれか、よいしょ、見えましょう。お、よろしいですね。はい、はい、こちらまでかけてきてくださいね。はい、参ります。じゃあ早速、じゃあ電話待ちながら行きましょうか。今日の一発目は私杉浦和樹が行かせていただきます。お、一発目なんだ。そうですね、もう早く自分のプレゼンを終わらして、もう集中したいドキドキするもんね。そりゃそうだ。じゃあ和樹の波を作ってください。はい、じゃあ僕が波作りましょうか。ごめん、流せるかな。春といえば、春といえば、やっぱり出会いの季節でございませんかと。そうですね。はいはい。で、まあ、人と出会うということは、いろんな言葉とかいろんな知識がこう学べるチャンスだということだと思うんですよ。そこでおすすめ、まあこれメジャーなんですけども、船を編む、はい、映画化されて日本アカデミー賞もね、6冠取ったっていうね、つい最近ですよね。そう、ほんとつい最近、多分ベストセラーの本なんですけども、これまあざっくり内容を言うと、辞書編集者のお話なんですけども、辞書を作る人たちが言葉と向き合いながら、まあ、そこに恋愛もちょっと絡みながら生きていくっていう本なんだけども、1ページ目、僕本を読んで1ページ目でもう絶対これ面白いわって思ったんですよ。でちょっとそれを喋るんだけども、はい、犬について、犬っていう言葉について1ページ目で語ってて、犬は動物の犬だけを意味する単語ではない。父親に連れて行ってもらった映画のスクリーンで、警察の犬目がと裏切りにあった瀕死のヤクザが血まみれで叫んでいた。
そこで敵対する組織から送り込まれたスパイのことも犬と称するのだと知った。もう一つ、子分が瀕死の状態にあると報を受けた組長はスクッと立ち上がって、お前ら何をボサッとしとるんじゃ、ドスを磨け、やつを犬死にさせちゃいかんぜよ。そこで犬という言葉が無駄に相当する意味を持つのだと知ったというふうに書かれてて、うん、要は犬っていう、まあ、動物の犬と、スパイっていう送り込まれた犬っていうのと、もう犬死にっていう無駄なっていう3つの意味を紹介してて、そういうその言葉一つ一つと一つ言葉一つなんだけども、そこにいろんな見方があるよっていうのを1ページ目で教えてくれてて、そう、これはちょっと言葉を武器にする僕ら職業役者たちは面白いんじゃないかなと、いろんな、うん、その単語についてこう語れる、それともそれをサイドなんかちょっとした情報としてドラマがやっぱりちゃんとその辞書編集者で人間関係、複雑な人間関係とか恋愛模様とかありながら、その中ででもメインは辞書を作ることだから、その新しい、例えばじゃあ右っていう言葉を説明してくれって言われたら、右ってなかなか漢字の右ね、うん、難しいなっていう、まあその内容はこの中には書いてあるんだけども、うん、そういうのであと違うよ、右を定義するってことだよ、ね、そうそう、書き方が、あ、本当漢字の本当にボケたの、ボケたのになんてそんなんですか、本当だってボケたなと思うでしょ、書き方、ね、書き方、ね、あらら、そのボケはどうだろう、いやいやいや、まさかこんな恥ずかしい感じえ、和樹はなんかその読んでさ、おー、この言葉すげーみたいなのあったの、言葉すごいって、言葉ってわけじゃないのか、うん、定義がすごいって、言葉の見方っていうものは、こんなに日本語って、そういえばいろんな見方で面白いんだなっていうことで、題名も不思議だよね、はい、まあ、あ、どういう意味、これは辞書を作る人たちは言葉を作るとか言葉を説明するじゃなくて言葉を編む、へぇ、編集で、なんで船だ、船っていうのはまあこの多分だけども、この中に出てくるその作ってる辞書っていうのが大航海っていう大きな海原に出てくるっていう意味で、だからそれ面白いよね、だからさ、そのうちのその舞台とかと舞台を作る武官さんって方がいらっしゃるんですけど、その武官さんとか例えばその紐を殺すとか、なんか殺すっていう言葉でそれ止めるって意味なんでしょ、大田さん、止めるって意味なんですよね、止めるっていう意味を殺すとかっていうんだよね、まあその業界にいろいろってねあるから、大田さんって言われても言われちゃう、外に顔面に言われて、だからその恋愛なんていろんな辞書が出てて、恋愛の説明の定義といろんな辞書が違うっていうことになってて、そういう言葉の深みを面白おかしく教えてくれる、面白おかしくじゃないのかな、んで春なの、あ、だからその新しい出会いの季節でね、いろんな言葉ともっと向き合うと、そのいろいろさ、わーって言われても、言葉と出会うってことか、そうそう、はい、そういう前です、はい、終わっちゃったかな、何そのちょっとちょっと冷たいですね、違うんだよ、ちょっと偉い時間取ってるなと思って、あ、司会者、司会者、ほら、でもこの前だってすぐ早く終わっちゃったから、うん、で、ま、今はお前一人でもう10分経ってる、おいおい、司会者、すみません、すみません、喋りすぎてしまいました、プレッシャー、じゃあ、もうじゃあいやいや、いいです、いや、喋りすぎてじゃなくていいとこだから、はいっつって、はい、で、電話もお待ちしておりますから、ならないね、ならないですね、今回、公演期間、前に以前に比べて短いので、うん、みんなもうチョイスが減ってんだよね、一週間ぐらいかかっちゃった、そう、そうなのよ、待ってます、待ってます、はい、はい、じゃあ2番目はいきましょう、正代、こっちです、はい、僕が紹介する本はこちら、谷川俊太郎さんが文章を書きました、この一本の鉛筆の向こうにっていう絵本になるんですかね、まあ、元々はこれ国語の教科書に載ってる本で、はい、で、まあ一本の鉛筆ができるまでどういう人たちが関わってっていう話なんですけど、で、なんで春かって言ったら、僕が小学校4年生の時の春、一番最初の国語の授業で読んだのがこの本で、で、まあこれから勉強していくあなたが持ってる一本の鉛筆さえも、まあいろんな人がこう、まあ携わっててっていう、まあそういうものの大切さだったり人との関係とかを教えてくれる本なんですよこれ、うん、でこの本結構20代ぐらいの男の人は結構この本言ったらピンってくる人が多いんですけど、でなんでかって言ったら、このいっちゃん最初に
このスリランカボガラ鉱山ポディマハッタヤさんかって言って、うん、このまあタトゥーの入った上半身裸のワイルドな男のこのポディマハッタヤさんっていう人が出てくるんですけども、小学校の男子はもうこの男の人にみんな心をわしづかみにされて、で今結構ね、そうだからじゃあ俺らで言うさザビエルさんみたいなもん、ザビエルの演技でみんなあーザビエルって言ってるようなもんでしょ。そのくらい有名な、いや本当有名な。だからこれ例えばミクシーとかあったじゃないですか、ミクシーでもポディマハッタヤさんのファンページ、なるほど、ね、結構2、3000人ぐらいいるんですよ。この年代のこの人がってことです。いやだから多分あの教科書で多分読んでるのが多分20代、今20代ぐらいの人とかな。若い子たち。三上先生。ああ、ありがとうございます。でこのそれでもう本当に日本で人気になりすぎて、この人がそれなんだったらということで、スリランカと日本の交流大使としてスリランカの日本人学校にわざわざこの人行ってるんですよ。すごい。だからそれぐらい結構影響ある本なんですこれ。なのであのぜひ皆さん読んでください。絵本なんだ。一応絵本でも写真だったよ、まあ、写真とか、まあでもこういう絵本、絵本って言っても完璧な絵ですね。はい、図だったね。もう図これあの日本にあの鉛筆のための木とか、あの炭を運ぶための船の、面白い。だからこの船も鉛筆作るためには必要なんですみたいな。これもともと何の教科で発表されるような本だ、俺は知らないんだよね。国語じゃあ国語なの。国語です、国語。社会じゃない。一応だって谷川さんだから言葉とかってことなんでしょうね、きっと。国語だろうな。初代は教科書に載ってたの、それ。載ってた。よく覚えてますよね。おっさんでしょ、最初の。いや、だからもう本当にポディマ、いや、他にもいっぱい出てくるんですよ。トニー・ゴンザレスさんとか、ダン・ランドセルさんとか。でもみんなこのポディマ、ハッタヤさんだけもみんな、ちっちゃい頃にわしづかみされて。ちっちゃい頃に心わしづかみされちゃって。教科書なの？に載ってたの？これ教科書、絵本じゃなくて。絵本じゃなくて教科書に載ってたんです。全部が？いや、あの中には抜粋されてるんですけど、ポディマハッタヤさんだけ載ってたって。ポディマハッタヤさんとトニー・ゴンザレスさんとダン・ランドセルと大川原恵美子さん。よく覚えてるね。本当に好きだったよね。本当に大好きだったよね、これ。だから結構友達とかにもこの話したら結構あの通じる人がいるんですよね。私知らんかったね。どこの教科書だろうな。書いてない。出版なんか。地域によってね、違うんでしょうね。違うんでしょうね、たぶん。あ、でもこれは多分教科書関西やな。あ、そうか、関西か、そうだ。関西の東京、神戸やっけ。そうまあ、でもそのあたり、ね、君ははい、神戸教科書。いや、僕でもね、読んだことないですね。ハッタヤさん、見たことない。はい、なるほどね。よいしょ、よいしょ。はい、ツイッターも紹介しておきましょうか。ツイッターでの、おすすめの本を、ありがとうございます。なずかさん、春で浮かんだのが桜色おかんの嫁入りという本で、ラストのお花見シーンがとても美しく、優しくて美しいです。映画は見たことがなくて舞台見て本を買いました。かっこ王子小劇場で開演待ちの客演より、あ、劇バカさんですね。舞台がであったんですかね、桜色おかんの嫁入りっていうのが。そうだったんだ。映画のイメージ、ね、映画はあったね。ね、舞台でもあったみたいですね。それの本がおすすめだと。どしどしおすすめの本をお待ちしております。あ、じゃあメールも行きましょうかね、はい、いいですか、よろしいですか。はい、はい、じゃあこれ行こうかな。撫で方のカエルさん、ありがとうございます。春が2階から落ちてきたという印象的な一文で始まる16ピエロ、伊坂幸太郎さんですね。泉と春という兄と弟を中心とした家族の物語、弟の春の出生にまつわる悲劇と向き合う家族の姿が魅力的なお話です。作品そのものが素晴らしいのですが、お話が進むにつれて冒頭の一文がどんどん浮き上がってくるような印象を受けます。またこの作品は笠井亮さん、岡田将生さんで映画化されています。映画のファーストシーンは満開の桜をバックに岡田将生さんが落ちてくる姿が春らしくとても美しいですと。うん、そうやね、そんな書き出しでしたから。すごい文章いいね、今ちょっと聞いただけだけど。春が2回から落ちてきた、かっこいいですね。かっこいいね。でも春ってその登場人物の、うん、だからそれとこれをかけてるんでしょ。そうだよね、そういうことだよね。なんかさ、俺今のはかわいそうだと思う。きついよな、こいつな。ちょっと S っ気が今日あるある。そうだ、佐々木に対してだけはすごい S っ気だと思う。本当？いや、親心ですよ。え、兄心なんじゃない？兄心っていうのもうあらゆるところ。ほら、今まで陽平のやってもアシスタントだったから、初めての独り立ち的なね。ああ、親心。かつきはアシスタントだったんだけど。
今までだってそうだ、何回やってたよ、ね、最初の頃はね、あやってたね、やってた、最初だけだけどね、いつの間にか失脚されたね、そうそうそう、そういうのあったね、何でだろうね、そんな話はいいんじゃないかじゃあもう一人行く、ひかり、はい、おすすめの本何にしようと思って、困ったらブックオフに行けってベイさんに教えてもらったので、やっぱりベイさん、昨日昨日ブックオフアドバイス、そうですね、はい、昨日ブックオフに行ってきました。で、子供向けの本のコーナーで、あ、春かと思って、私は同級生がみんなこの春就職なので、なんか絵本、なんかプレゼントしたい本何かなと思って目についたのが、このお行儀どうするなぜっていう子供向けのエッセイでした。で、これ立ち読みしてみたんですけど、こうお行儀を教える本ではないんです、これじゃなくて、こうなんだろう、単語が4つあって、英単語で教えてくれます。英単語でオネスト、正直、フェア、公平、ストロング、強く、ワイズ、賢く、この4つを守らなければあなたは嫌われますっていう本でした、これは。で、なんかこう、どうしてなんか情報が大丈夫か、調教師大丈夫か、呪文解読するか、この4つをどうして守るのかっていうことが英単語を含めてこう書いてあって、私は英単語を学ぶとともに、あ、この4つをね、正直、公平、強く、賢くなければ、うん、なければ社会で通用しないんだなっていうことを学ぶことができる本です。それとお行儀とどう関係するの？あ、お行儀？お行儀どう関係するの？昨日読んだばっかだからね。はい、これをちゃんとこの4つを守るとお行儀が良くなるよっていうことなんですね。正直、公平、強い、賢いを学んだらお行儀どうするなぜを学んだことになるそうです。なるほど。じゃあ今からずっと読んで最後もう一回紹介できる。これ日本人の方？日本人の方？あ、作マンローリーフさんです。あ、役渡辺茂雄さんです。なんかだからさ、そんな感じがした、うん、結局さ、日本人ってさ、その行儀よくしなさいって言うけど、うん、なんでそうなるかってことはあんまり教えないんですよね、うん、教育現場で、ね、で、それがやっぱり海外とは違うってよく言って、海外ではなんでそうなるかをまず教える。だから、うん、多分だから日本じゃないんだろうなと思ったら、うん、これ何歳向けぐらいなんだろうね。でも私読んでみて、そう読んでみて思ったんですけど、子供向けじゃないなって思って、なんか子供にのコーナーにあったんですけど、で全部ひらがななんですけど、中もで単語も子供も分かるようなやつですけど、でも言ってることすごい深いっていうか、うん、なんか大人じゃないとこの4つを正直でいないと、うん、あなたはなんか嫌われますみたいな感じのことが書いてあるので、なんかぜひ大人に読んでほしいエッセイだなって思いました。その絵本の楽しみ方って正直俺分からないんだけども、そう、子供の絵本よくさ、プレゼントとかで絵本をプレゼントするのが趣味だったりとかって、どういうこと？俺らはその子供向けのための本を読んで、どう、何が楽しいの、ぶっちゃけ。いや、なんか読み方がなんかね、変わってるとか、ね、ちょっとブラックな感じがたまにするんだよね。すごく綺麗な言葉が並んでるじゃない、うん、あの、なんか正義は正義、悪は、はいはい、それはさ、ごめんね、それは面白い絵本読んだことないからじゃない。そういうことですか。はい、何冊ぐらい読んでる？いや、今になってはそんな読んでないですけど、勧められた本とかを読むと、まあでも数冊でしょ、うん、え、数冊じゃない？数冊です。うん、やっぱり面白いよ、絵本は面白いよ。昔から子供から大人まで、あのグリとグラとか俺はついぞ面白さが見つかわからなかったけど、あの俺が好きなみんなうんちっていう絵本があって、あのいろんなうんちが出てくるんだよね。あのもう鳥だろうが、サイだろうが、カバだろうが、ゾウだろうが、で最後人間が出てくるんだけど、そのそれぞれの動物と昆虫とか鳥とかのうんちの絵がずっとあるんだよ。へー。重さも書いてるんですか？え、重さ何キロとか、それでは、うん、重さはなかったね、風景だけなんです。うん、みたいな面白いのあるよ。うん、あ、それこそこう、ザ・高円寺のあの、あそこの2階で絵本いっぱいあるから、そうなんですか、うん、多分気になるのあると思うよ。
そっか、それは無料で借り入れるの見ていいと思いますよ、はい、そうカフェしながらその場でカフェ行かないとってカフェでなんかお茶かなんか飲みながら頼まないなんだカフェにあるお前カフェぐらいなんか飲めよ立ち読みカフェの自分それひどくないかお前そうね、はい、コーヒー一杯ぐらいはそうそうでもなんか絵本がザ・高円寺の上では読めるみたいですよ2階のそうちょっと開演前に時間があればいい、ねはい、絵本とか読んでみたらいいんじゃないですかはい、はい、じゃあヨウエはい僕はヨウエヘルマン・ヘッセの春の嵐というすごいな難しいんですよでいやよく俺も分かってないんですけど難しい僕が、まあ、まずこの春もう光と一緒で俺も春が春の本っての見つからなくて何がいいのかなって春春春って最近春だけど天気悪いなとかいろいろ連想したらなんか春の嵐っていう言葉が連されてあれ春の嵐って聞いたことあるなと思ってたらあそういえば俺すげえ21、2ぐらいの時に僕なんか自主映画でちょっと本の話題じゃないんですけど最初自主映画で僕初めて濡れ場をやった芝居がありまして初めてなんですけど、ざわめきっていうタイトルなんですけどそれであの僕が当時まで21、2で40歳ぐらいのすごい綺麗な女優さんとそういう絡みのシーンがあって本当に脱いでそういう風な前張りも初めてやってやったんですよでそのがその春の嵐ヘルマン・ヘッセンの春の嵐を題材にしている、まあ、現代バージョンの何かそういう風な話なんですねであそういえばあったなって最後のラストシーンがその春の嵐の詩を、まあ、ヘルマン・ヘッセって結構詩っぽいんですよねほぼ詩なんですけど詩をまあ読むシーンがあってよく意味は分かんなかったけどでも監督に読めって言われたし一応読ん で最後のシーンもなんとなく記憶にあるなっていうのでちょっとこれをチョイスしたんですけども、まあ、でも面白い本なんですねやっぱりちょっと見返してみるとやっぱり面白い本で軽くストーリーを説明すると、まあ、ドイツでの話なんですね19世紀末ドイツの話なんですけど主人公のクーンっていう方がいてですねその青年が、まあ、そのすごい、まあ、音楽に惹かれていく青年なんですけどその、まあ、音楽に惹かれる前にすごい好きな女性がいてその女性にいい格好を見せたいっていう、ね、気持ちがあって冬にソリに乗っていい格好を見せようとしたら事故に遭っちゃうんですねで左足を骨折してしまって今まですごい健常者で全然わーって急に自分がそのハンデを負ってしまうとでもう走ることもできない踊ることもできないっていう風になってしまうっていう風なとこから始まるんですけどもでそういった彼が、まあ、親友であるですね親友のムオトっていう親友 のオペラ歌手の美青年なんですごい美青年のムオト君っていう人と知り合って仲良くなってで 彼に心を開きつつ音楽を楽し音楽をどんどん極めつつあるんですけどその時にすごく美しくて有名な女性のゲルトルートさんゲルトルートっていう名前なんですけどゲルトルートさんっていうその女性と出会いなんか、まあ、三角関係でもないんですけども最終的にはその親友である自分のその親友が主人公の親友がその女性と結婚してしまうんですねでまあ自分はそのハンデを負っていることによってその女性からちゃんと愛情をもらってなかったんじゃないかとか愛情をもらっていたのに僕はこのハンデのせいで僕は優しくされてるんじゃないかっていろんな葛藤をしながら恋をしながらっていう風な話なんですけども、まあ、すごい内容はすごい複雑なんですけども、まあ、そのヘッセっていう方が結構そのいろんな運命の苦悩とか自分自身の苦悩とかを乗り越えながらそれを小説とかエッセイにしていった人ででまあすごくそのなんていうんですかね、まあ、こじつけではないんですけどその春、まあ、すごい浮かれる気持ちもあるじゃないですか今まで僕は浮かれてたんですけどやっぱりこの 30とか過ぎてくるとなんかだんだんちょっと春が怖くもありなんかあまた春が来るまた1年がもう始まるっていうとウキウキする気持ちと絶望的な気持ちがあったりとかしてうわいろんなことがあるなぁなんかこうになんていうんですかね弾けきれない自分がでそうするとその周りの若い子たちが春だから花見だとかすごい言ってる子たちともすごく自分の差を感じたりとかしてだからなんかすごいその春の嵐をちょっともう一回読み返した時にすごくいいなって思ってそのヘッセはそのなんていうんですかねちょっとすごいこれも分かりづらい文なんですけど避けがたい運命を自覚を持って感受し良いことも悪いことも十分味わい尽くし
外的な運命とともに偶然ならぬ内的な本来の運命を獲得することこそ人間生活の寛容時だとすれば、私の一生は貧しくも悪くもなかった、ね、何言ってるかさっぱりわかんないこんなの、まあ、難しいことなんですけども、まあ、なんですかね、その辛いこととか苦しいこともそれも一つの自分の人生としてちゃんと受け止めたら、それはすごく最終的にはいい方向に行くんじゃないのっていう、まあ、簡単に要約するということだと思うんですね。で、まあ、ヘッセはすごいいろんなこといい言葉も残していて、ちょっと二つぐらい紹介したいなと思ったんですけど、長いですか、すいません一つ、もう誰にもちょっとそういうオーラを今小間美さんあたりからそういうオーラが苦難はそれを恐れていると辛いものだ、そしてそれに不満ばかり言っていると苦しくなる、そこから逃げようとすると追いかけてくる。ああ、なんか稽古場とかでイタタタっていうところがありますね。イタタタですね。絶えず続く夢というものはありません。どんな夢でも新しい夢に変わられます。どんな夢でも固執しようとはしてはいけません。なんかこうその人生観についてなんかすごい語っているので、まあ、ぜひその春の嵐ですね、ヘルマン・ヘッセの本、ぜひ一回読んでみてください。有名ですよね。有名です。はい、はい、結構いろんな映画になったりとかしてるのもあるんですけど、はい、ぜひぜひって感じですね。はい、両親、はい、の説明が終わりました。はい、はい、説明が終わりました。なんか感じ悪いな。説明が終わりましたね。悪かったな。説明の時間だった。説明終わったよ。話の内容がすごい難しいんだな、説明するのって。いや、難しい内容です、これは。一言ではなかなか説明できないですね。読んでいただきたいです。綺麗な言葉がいっぱい詰まったっていうね、本でした。はい、じゃあもう次行こうかな。次司会だな、これ。次も行っていいですか。行きましょう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 。はい。本当は今日は違う本を持ってきてたんですけど、やっぱり小説紹介したいなっていうのがあって、で選んだのが春金賞です。はい。春って名前がここに入ってるので選んだんですけど、これをざっくりテーマで言うと、愛の話。愛の話です。で、私たち普段家族に対して愛情があったりとか、恋人に対して愛情があったりとか、あと先生生徒の関係での愛があったりとか、いろんな形の愛があると思うんですけど、この本は私たちが多分知らない、全く知らないような愛の形が描かれている衝撃的な本です。で、まあ、その愛っていうのを一言で表現できないから本があると思うんで、ちょっと私はこういう愛ですとは言えないんですけど、この本はすごく綺麗な、見た目の綺麗な春金っていう女の子が主人公で、でその子は、9歳の時に病気で目を失明してしまうんですね。でやっぱり失明とかすると神格化されたりして、ちょっと障害を持ったすごい美しい人として神格化されたりして、でこうどんどん崇められて、まあ、お金持ちの家で暮らしてたので、なんて言ったら、なんかちょっと分かんなくなってきちゃったんですけど、で暮らしてて、琴じゃない三味線を習うことになるんですね。で、サスケっていう男の子がいて、でその男の子はこの子の家がお金持ちなので、そのお金持ちの子の家に、何でしょう、弟子として、弟子じゃないや、お世話人として入ることになって、でその二人が男女関係にもなりますし、その三味線の弟子 と、先生の関係にもなりますし、それから何て言うんでしょう、お世話する人とされる人と、この三重の関係の、なんて言うんでしょう、絡み合った愛っていうのが表現されていて、でラストはすごく衝撃的なんですけど、ここでは言いません。いや、言えないそう、ぜひ読んでいただきたい作品です。で文体が面白くて、点とか丸がないんですよね。うーん、点とか丸がほとんどなくって、なんとかですってあったとしても、それがその文体の中のリズムでおかしいと思ったらそこがなくなってて、なんとかですで丸なしでまた次の文章が始まったりするんですよ。
すごい読みにくいんですけど、でも本当に心を打たれる衝撃の愛の一冊です。ちょっと説明下手で申し訳ないです、ね、文体って大事ですよね。意図は聞いた、はい、まあ、聞いたというかその谷崎さんはそういう風に書いて、はい、結構今構成とかでここ丸入れましょうとか言われたりすることが多いと思うんだけど、それあえて貫いてるのはなんかどういう意味でその点句読点がなかったりするのかは、まあ、なんかリズムだったりとかそういうのが書いてあるのは読みました。でも本人がどうこう言ってるものは私は見てないです。足しびれちゃった。で、まあこれの本の紹介、はい、でもう一冊持ってきたのがこの読む時間っていう、はい、写真集です。これはアンドレ・ケルセスさんっていう人の写真集です。で全部あの本を読んでる人の写真が載ってます。すごい素敵な写真集です。なんでそれ顔のモデルなんか歩いててパッと見てで読んだら引き込まれちゃってすごい素敵なんですよね。 何が素敵か教えてほしい。でしょう、白黒、あ、白黒です。白黒なんだ。何でしょう、この本を読んでるといろんなあちこちの場所でいろんなポーズでいろんな形で人が本を読んでいて、で撮れるかズームしてる、はい、なんか何でしょう、世界中の人がこうやって夢中になって物を読んでるっていうことが何でしょうね、本を読んでる時のその夢中な姿とか別世界に行ける感じとか何でしょう、私の中で衝撃でした。自分も本読むのが好きだからね。そうなんです、多分この人は何を読んでるんだろう、この中でどういう世界が広がってるんだろう。めっちゃバカ本とか読んでほしいね。面白いね。上野さん、ありました。あ、はい、ありました。まあ、印象的な写真集です。これもぜひおすすめ。読む時間、はい、読む時間、日本語では読む時間、英語ではオンリーディング、あ、と書いてあります。ビリッジヴァンガードに売ってるかな。ビレ版には売ってないかもしれないです。何の情報なんですか。どこで嘘ついたの。どれどれ買えるかなと思ったらビリッジヴァンガードだったら置いてるかなって。私が買ったのは、はい、日比谷の図書館です、はいはい、図書館があったの。図書館の中にブックカフェがあって一斉突っ込みそれ持ってきたんちゃうんかと思って、はい、ですね、はい、そんなわけで、はい、CM 行きましょうか。ゆるいゆるいなじゃあ、一旦 CM で。虚構の劇団チャンネルグローブジャングル特別編、東京公演4月の4日から13日までザ・高円寺にて、大阪公演4月の17日から20日まで一心寺シアターにてお待ちしております。はい、戻ってまいりました。月刊虚構の劇団チャンネルグローブジャングル特別編、まだまだあと半分続いております。半分続きます。メールを紹介してもいいですか。はい、お願いします、今回は漫画でも良いのでしょうか。みすずさん、よければ高野文子さんの短編集お友達をおすすめします。まあ、有名ですね。この中の春の鳩場で生まれた鳥八という話が一番好きです。大正時代の女学生が主人公です。町の開校記念日にクラス全員で青い鳥を演じることになります。主人公がやりたかったチルチルは最近まで入院していたクラスメートが演じることになりました。嫉妬したり先生に褒められて優越感を感じたり稽古する日々の途中で主人公はチルチル役の少女が入院していたのは伝染病患者の隔離病棟だったと知ります。本番直前にあったある出来事がきっかけで主人公とチリチリ役の少女の間には信頼のようなものが生まれ、本番は大成功を収めます。ですがその直後チリチリ役の少女はみんなの前から姿を消します。少女たちにもっと直接言葉を交わす時間があればチリチリ役の少女は自分の抱えている辛さを伝えられたのではないかと思います。自分の大切な人が病気で入院した状態で幸せはすぐそばにあったというセリフを少女はどんな気持ちで言ったのだろうと思います。出会いと別れ、共感と孤独が凝縮された名作です。高野文子さんってでもあんま知らないでしょ。わからないですね。わからないですよね。ちょっと、もう、あと文学寄りの漫画を描く人なんですけど。今でも描いてない。今はどうだろうなぁ。わかんない、ごめん。ちょっと申し訳ないですね。返したら申し訳ない感じ。でも漫画なんですね。漫画家さんです。絵見たらね、わかるかもしれない。あー、わかんないかな。
ちょっと前に本当にあのでもずっとアカデミックに評価されてきた人ですよ、はい、です高野美子さん、はい、はい、じゃあ、トークに戻りましょうか。次はミッチー。お、はい。自分は東京に来た時に、一番最初に多分買った本が料理の本なんですね。それはまあやっぱりあの新しいこう春もそうですけど、こう何か生活を始めようとか、まあ、新入社員とかあの新しい新規生活を始めようと思った時に一番最初に買う本は料理本だったなって自分はちょっと思い出して、まあ自分のおすすめの本の料理をの本をちょっと4冊ぐらい持ってきたのでサクサクっとこれ紹介したいんですけど、これ全部お、ま、本当におすすめです。ちょっとメモってほしいです。これまず京都で買ったんですけど、メモってほしいって、はい、美味しいね。まずはお出汁でこれ、これなんですけど、そう基本なんです。かつお出汁と煮干しと、あと昆布のこの正しい出汁の取り方がこれで載っています。それ嬉しい、ね、もうこれ、これさえ読めばもうお出汁の取り方は抜群なので、あと料理で、そうなんです。でも京都で買ったってことは京風とか関西風ってこと？いやでも、ね、全国で出版されてるんじゃないですかね。自分は京都の、なんでサインついてんの？これはそういう専門店で買ったからですかね。あの、そういうサイン付きなんだ。料理、あのお鍋、お鍋とかが売っているあのところで売っている本だったので、そういうのがデザイン、その方が来られたんですよね。で、その出汁さえあったら、例えば冷凍でお出汁ってストックとかもできるんですよ、お出汁って。だからいっぱい作っといて、取っといて、ちょっとだけ解凍して、あと使っていくっていうのも使えるっていう、いろんな本が、お出汁、まず基本はこれで、そのスープを作るってなった時に、なんかスープって絶対作るじゃないですか、お味噌汁以外のスープ。さて、じゃあ何で出汁取ろうってなった時に一番簡単なのがブイヨンだったり使うじゃないですか、チキンブイヨンだ。でもああいうものに頼らずどこまで料理を作れるんだろうって自分考え、あの、いや、思った時にスープの教科書という渡辺裕子さんの本があるんですけど、このスープの教科書っていうのは、お出汁、そういうチキンブイヨンを一切使わないんですね。でも、100通りぐらいの料理が載っているんですけど、何で作るかっていうと、野菜の素材とあとは塩さえあればもうお出汁が完璧に取れる。ただその方法が炒めて煮るとか、そのまま入れて煮るとか、蒸して煮るっていう、この3種類があるんですけど、この方法であったら料理がいろいろパターンが変わるんですよ、見事に。で、自分全部試してみたら、自分は蒸しながらちゃんと塩でやると、野菜の旨味が全部塩って引き出してくれるから、それだけでもお出汁が取れますよっていう本が、このスープの教科書。これは面白いですよ。これぜひやってみてください。で、一番紹介したいのが、この高山直美さんというこの人の本なんですけど、料理の本を買うときに何を基準にして買うかってなったときに、多分一番開いて見てて一番自分が美味しそうだなって思える写真を撮ってるのが一番多分いい本だなって自分は思ってるんです。この料理作ってみたいな、美味しそうだなって思うことが一番最初のきっかけなので、この写真はもう見事に、写真家さんもいいんですけど、全部がね、食べたくなる撮り方で、本当だ、超早くる。今鴻上さんが持っているのはいわゆるおかずとご飯の本といって、もうメインとなるおかずと、あと白ご飯さえあれば食べれるよね。で、今これ和樹が持っているのが野菜だよりという、もう野菜、あの、例えば春キャベツだったりとか、冬のカブだったりとかっていうキャベツのいろんな作り方を書いてたりするんですけど、これの何がいいって、あの、材料に全く、あの、よくさ、料理本で見てて、この調味料何っていうのない？ある、ある。スーパーにこれ行っても、これだけ買っても次回使わないじゃんっていうのがいっぱいあるでしょ。これ一切それ使ってないんですよ。すごい。だいたい家庭のもので作れちゃうっていうのがこの調理で、あとこの人はなんか多分醤油の代わりにナンプラーを使ってるんですね。へー。ナンプラーで、全部醤油代わりで使ってるんですけど、見事にもう、あの、家にある材料ばっかりで使えるんですよ。保存の仕方も全部書いてある、ね、書いてます。いいですね。美味しそうでしょ、写真が。写真がすごい。これはもうお母さんに僕は紹介されて、料理を作るならこの人の本を買いなさいと言われ、これを買ってからもうこの人の本が大好きでなりました。初心者でも見やすいね。でしょ。お腹空いてきた。お腹空いてきた。もらったタイミング。はい。ということで、あ、ですね、料理の本がおすすめです。この4冊はおすすめです。ミッチーのおすすめ。はい。高山みなみさん。高山みなみさんはぜひ。はい。
これじゃあミッチーがこのメールは私の後に紹介してくださいってちょっと待ってください言われたので紹介します。チャオさん、今日のテーマですが、福田純子さんの一人分の料理の教科書をお勧めします。画像を添付してもらいました。新生活を迎える方に向けてのものですが、初めて学生時代に一人暮らしをした時にクックパッド時代ではなかったのでレシピ本がとっても役立ちました。ミチと同じですね。今も春を迎える頃になると初心に戻り定番料理を作りたくなったり、お花見の料理を考えたり、お弁当の本を眺めたりしています。役者の皆さんは外食だけではなく体のメンテナンスなども兼ねてお料理する方、料理好きな方が多く、前々回のユーストリームでは美味しそうな品々が並んでびっくりしました。今夜おすすめ本だけではなく上京した時の今夜おすすめ本だけではなく上京した時のエピソードなども聞かせてもらって嬉しいです。今夜はでもちょっと本でいっぱいでもうね時間が押してますので申し訳ないです。すいませんね。お稽古も後半戦でしょうか。花粉に負けず頑張ってくださいと、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。料理大事。確かに一人分の料理っていうのはなかなか載ってないんですよね。大体二人分だったりそうね、作りすぎちゃうんですよね。クックパッドだからもそうですもんね。そうそう、はい、あるけどね、一人分の料理本ってね、うん、すごい便利になります。はい、はい、じゃあ次はアキ。はい、3秒でハッピーになる名言セラピーほんまかいないやこれあなんていうんですか、春ってこうやっぱ浮かれるじゃないですか、うん、で浮かれて、はい、ダンってこう傷つく時ってあるじゃないですか、まあ、浮かれすぎちゃって空回りして頑張って、まあ、わってなった時にこう読むと、まあ、発想の転換できる本。落ち込むとどん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 ネガティブなことばっかり考えちゃうんですけど、はい、まあ一応ちょっと面白いのがあったので違う切実やね。ちょっと心理学者の先生が、うん、鬱になったこともない私が鬱の人の気持ちが分かるわけがないっていうことで、その先生がどうやって自分を鬱にしようか考えたんですよ。で試行錯誤して、うん、で先生はついに見つけました、鬱になる方法、うん、でその方法とは、うん、1日1000回ため息をつくこと。これを3ヶ月続けると鬱になるそうなんですよ。っていうことがありまして、で先生たちがこう、うん、なんか先生どうしましたみたいになったら、うん、もう鬱状態なんてなんかもう学会なんてやっただけ意味ないだろうみたいな、一生懸命頑張った先生がもう一気に鬱になっちゃってっていう状況がありました、うん、ということは、うん、逆の発想をしますと、うん、笑ってると、うん、楽しい気持ちになるんですっていう、だから自分を幸せにすることができるんです。なるほど。っていうそういう発想の転換の話がいっぱいあって、でこれもちょっと面白いのが一歩前へっていうので、ある男性が男子トイレに入ってると一歩前へってこうおトイレとかにあって、はいはい、で一歩前へ、その積極性があなたの人生を変えるで、まあ、言ってることは、うん、おしっこをこぼさないでくださいねって言ってるんですけ ど, なるほど。でもその考えた人はそれを見るだけでこう違うじゃないですか。ネガティブなおしっここぼすなって言われたらネガティブな方になるけど、その積極性があなたの人生を変えるって言われたらあそうかと思って一歩踏み出せる勇気が湧くっていうのがいっぱいこう恋愛編仕事編っていうのがいっぱいあってて、だからこれ読むと一小節読むと3秒後にはハッピーになるっていう、ちょっと軽く読める春におすすめの本です。これ一冊読むと君これでもブックオフなんじゃない。そうなんです、60円ですよ安いなハッピーが昨日ですか。いや違うんです、これは私多分3年前くらいになんかそういういろんなこういうなんていうんですか本を買うのが興味があって買った時にそうなんです。60円でハッピーになれるの安いな。安いよ。アマゾンで61件のカスタマーレビューがありながら、うん、その本 4.5 です。あ、じゃあすごい、すごい、すごい、あ、すごいじゃん。すごい、60円じゃないよ。面白いもん。ただの前向きの本じゃないもん。じゃあお前さ、タイトル良くねえんじゃないのじゃ。確かに。3秒でハッピーになる名言セラピーってさ、ものすごいうさんくさくない4.5 の評価ってことは結構中身ちゃんとしてんじゃないのか。すごくちゃんとしてますよね。とても面白い。科学的根拠がちゃんとある。ちゃんとある。話で科学的根拠じゃないと思うんだよ、ね、発想の転換声の大きさで言ったら言ったかとにかく声の大きさで乗り越えようとするまあ人生大事だよね。大事です。声の大きさで乗り越えようとするの大事だよ、ね、うん、それこそね元気になるためにね、元気になるために大声出してこう、そうなんです、大声出せれば勝手に元気になるっていう、そうそうそう発想の転換に、そうすごいね、使ったねありがとうございます、ね、はい、もう結構ちょっとね、あの、ね、
すごく押しちゃっているので、はい、言っていいですか、小林さん。あ、おっしゃって分かってきた。分かります。分かります。なんて。分かってきた。俺春といえば発情の季節でございます。はい、恋ですね。恋で2009年出た本、まあそこそこ有名になった本なんですけど、関係する女、所有する男という、まあ言ってしまうと斉藤珠樹さんという、まあ精神科医なんで、まあ思想書というか、まあ、心理学をメインにした話なんだけど。なすっごい分かりやすく言うと、恋愛した時にね、女性は関係したがる、でも男は所有したがるんだってことなんですよ、うん、つまり男は自分のもんなんだっていうふうに思ったらほっとくんですよ。だからなんで女の人がなんで付き合ってるのにほっとくわけっていうのは、男は自分のもんだっていうふうに所有したっていうふうに思っておくと、もうそれでいいんです。で、女性は所有とは関係ないんです、関係したいんです。だから俺、だからお前は俺の彼女だって言ってんじゃねえよって散々言っても納得できないのは、いや彼女か彼女じゃないかとかじゃなくて、彼女という関係を今味わいたいんですっていうことなんですね。その違いなんだってことなんですね。それをちょっと難しい双方に言うと、男の所有原理はひたすらファルス的協力を目指して突き進む、まあとにかくあの沈黙を先頭に頑張れってことだと思ってください。で、ファルスは人間に言葉をもたらす元気的なものであるがゆえに、まあおちんちんは言葉をもたらすんだよっていうことなんですけど、男の欲望は徹底して言語的観念的なものとなる。この欲望こそが文明の進歩の大部分を支えてきた。で、所有原理とは単に欲望の対象を持ちたいと願うことばかりを意味しない。対象を視覚化し、言語化し、さらに概念化して、これを意のままに操作しようとする過程全てが本質的な所有の身振りなんです。で、興奮してるなあいつ。まさか自分にかかってくると思わなかったです。多分家族だと思うな。仕込んだかな。友達か。で、一方女の関係原理はどこまでもファルス的なものから、まあこれファルス的っていうのをどう捉えるかなんだけど、まあおちんちん的だったり、まあまあでいいかな、からはみ出していく。すなわち女は自分の欲望をしばしば言葉で明確に説明できない。女は対象を観念として所有しようとしない。むしろ女は対象を丸ごと受け入れる。関係の欲望は本質的に受動的なものだ。まず対象を丸ごと受け入れた後で、女は自らの欲望を発見する。しかし女は受け入れることで十分な満足を得られているので、欲望の対象を今さら言語化したり概念化したりしようとは思わない。これが欲望の二大原理だっていうふうになった。ちょっと難しそうに言うとね。で、これはまあそこにたどり着くまでにいろんな話をいっぱいしてるんだけど、面白かったのはね、女らしさっていう言葉の、この玉木斉藤さんの説明、まあこれは割とよく言われるんだけど、女らしさは、つまり女らしさと呼ばれるものの大半は、可愛い髪型や化粧、フェミニンな衣服、あるいはしとやかな仕草といった身体外観に関わる要素から成り立っていて、これはつまり愛されるということなので、その愛され服といった表現なんだけど、同時に女らしさというのは容姿以外に内面的な要素があるわけで、例えば優しさ、おとなしさ、従順さ、受け身性などがそう。これらはいずれも自らの欲望を放棄する態度。ところが外見のその今の美しさとか、その外見的な可愛い髪型や化粧、フェミニンな姿というのは、実はこれは自らの欲望としては強烈にその愛してほしいという欲望を持つことで、ところが内面の従順さというのは自分の欲望を放棄することで、この女性らしさというのは、つまり愛されたいという強い欲望を外見には持ち、内面としては従順であれという矛盾した存在自体が女らしさというものを求めているので、女らしさを守備一貫した観念ではないというふうに言うとると。で、それをメッセージで伝えるのは無理なので、どうやってじゃあ女らしさを伝えるかというと、母親がよくやることなんだけど、もう同一化による支配によってしか、この矛盾したメッセージを娘には伝えられないだろうって言ってる。わかるかな。つまり外見的には愛して愛してってはっきり欲望を持つことによって、ヘアメイクも全部研究して愛されたいって強烈な欲望、つまり意思を持たなきゃいけない。でも男が求める内面的な女らしさってのは、従順でおとなしくて従っていうこと、つまりお前の欲望を放棄しろっていうことを求められる。
外見的にはいろんな本読んで自分が綺麗になるという強烈な欲望を持たなきゃいけないのに、内面はお前の個人的な考え方を放棄しろっていう矛盾したことを求められるのが女らしさだっていう。それはメッセージとしては伝わらないので、母が丸ごと男ってそういうもんなのよっていう矛盾したものを抱え込んで伝えなきゃいけないので、そこで母と娘の反発も生まれるというみたいなことをまあ書いている本です。それをヒントになんか台本書かなかったんですか？確かにね、男は持ちたがる、女は関係したがるっていうのはちょっと俺も目から鱗が落ちて、それはだから僕の書くその男女のキャラクターの一つの要素にすごくなったと思う、まあ、2009年ぐらいの本だけどっていう感じです。なるほど、はい、今回もそういう要素が含まれているのかいないのか、どうでしょうね。どうでしょう、はい、はい、じゃあ俺野さん行きましょう。はい、僕が持っていた本です。花火という本なんですけど、花火、はい、これ大月健二さんというあの元筋肉少女隊、あ、今もやってるの、復活してやってる、あのところのボーカルの方で、全てあの歌詞はこの方が書いてるんですけど、のあの歌詞を、2000何年ぐらいまでやったかな、結構ね最近の方までの歌詞をあの全部集めた、最近の10年ぐらい前かな、歌詞を全部集めた本なんですけど、僕はあの上京した時にやっぱりそれが春で、あの一番行きたかったのが高円寺なんです。なぜかというとその大月健二さんが住んでる町だから。で高円寺で2年ぐらいその後暮らしたこともあるんですけど、結局大月健二さんには未だ会えずに、知り合いは結構いろんなところで会ってるんですけど、僕は一回もお仕事でも関係できず、でも僕のやっぱり青春時代のバイブルだったので、この歌詞を読んで日々あの暮らしてました。絶望も希望も悲しみも喜びも笑いも全部ここに詰まってます、ね、そう、詩というかつまり歌詞な、歌の歌詞なんだ、歌の歌詞なんだ、金賞の歌詞が全部載ってるんだ、金賞だけでなく、もう一個あのリンウッドテラスの心霊フィルムっていう本はもっと昔の本なんですけど、それはあの筋肉少女隊時代の歌詞が載ってて、これはあの筋肉少女隊辞めた後であったりソロ活動であったり、あの新しいユニットの歌詞も全て載ってるという本なんです。なんだっけ、俺は高木ブーだっけ、そう、高木ブー伝説、高木ブー伝説だ、そうか、それ読んで涙を流したわけだ、ボロボロ泣いてましたね。何もできない俺は、まるで高木ブーのようじゃないか、その彼女と別れた男が一人で高木ブーを見て泣くっていう歌が、あの歌は、あの歌詞は衝撃的だったよね。そうなんですよね、その発想はないだろうっていう歌詞がたくさんあって、僕いつもその辛い時に読むのが頑張ったけれどダメっていう歌があって、その頑張ったけれどダメだったねって、猫でも連れて叶わぬ夢もあるんだね、散歩に行こうっていう歌なんですけど、すごくね、否定することを肯定してくれたりするんです、そういうことで、かと思えばすごく暴力的な歌があったり、もうね、言い出すとキリがないみたいなんですけど、僕の本当に青春のバイブ、筋肉少女隊のね、はい、オルンさんは音楽つけた時、歌詞も自分でつけて作る、ね、RJP っていう僕のライブニットの方では歌詞は自分が作ってて、割とそっちは影響を受けてますね、あの脇毛っていう歌とかがあるんですけどT シャツもそれからちょろっとだけ見えてる君の、 あの真っ白な肌に生えてる脇毛が好きさっていう、おお、いいね、雪の中に咲いた花、脇毛、脇毛、それだけで君が好きさっていう、雪の中に咲いた花、まあ、いいよ、いい歌詞、いい歌詞じゃないの、僕が作った歌詞でもさ、俺なんかはそのドリフのドンピシャの世代だったんだけど、はい、高木ブーさんが邪魔とは一回も思ったことなかったわけ。あ、なるほど、ね、つまりクラスで、あ、高木ブー的な存在は、まあ、確かにちょっとは文句言われてたけど、あの無駄な人とは一切思わなかったんだよね、でも大月さんのその歌を初めて聞いた時に、はい、そうか、高木ブーさんってドリフの中で意味なかったんだっていうことがあったんだよね。どうなんですか、その鴻上さんがクリエイターとしての身をもしかしたら持ってたから無駄もいるって思ってたのかもしれない。いやいや、あの当時はもっと時代がね、のんきだったの、高木ブーさん的な存在が許されたんだよね、許容の範囲だった、そう、そこまでいじめがね、厳しくきつくなかったんだよね、ホッとするけどね、高木ブーさんがいると、フォルム的なもの、うん、だから高木ブーさんを見てホッとできる集団に生きてる人は多分幸福な人だと思うんだよ。だけど常に生贄を求める集団からすると高木ブーさんなんて分かりやすい感じだからさ、じゃあ今だったらもう
ね、あのドリフの名作 DVD がもう5セットぐらい出てるんだけど、はい、それ全部俺もう買ってんだけどさ1本ねここに頭にこうあのプロペラをつけて出てくるあのいうやつがあってで発進って言ったら回るんだよね。それはその当時随分20年25年ぐらい前だから結構ハイテクなんだけどそれを全員が搭乗してて客は頭の上に飛行機乗っけてるだけだと思って発進って言った瞬間に回るって言って客がどよめくっていうそういう明らかに仕込みのはずなのにブーさんは思わずこう握ったスイッチを押してしまって一人だけ回しながら出てきてるわけよでそれを張さんが見つけてブワーってすっごいもう生収録なんだけど真剣に怒ってるわけよ。それはすっごい劇的な瞬間をお前が本当にダメにしたんだっていう瞬間なんだけどブーさんはああって言いながら止めるんだけどさだからそれは許されていた時代っていうすごいですね。ありえないですね。普通に落ちですからはい、はい、じゃあ最後はベーコン。あ、いやもうね時間が時間なんで。あ、いいよ、はい、いいよいいよ。じゃあじゃあ僕もう一つちょっとあの迷ってたこれは宇宙衛星博覧会でこれ筒井康隆さん、これも僕ずっと青春時代に読んでた本なんですけど、あの短編集なんですけどすごくブラックな SF で、であのその中の一節のカニ光線というあの話があって、カニ光線の線があのタムシあの山いだれに神聖の線と書くあのああのかきむしるその、うん海鮮とかの、ね、そうですね、皮膚病の線なんですけど、はい、あのこれ全部宇宙 の, あの病気の話をいろいろ書いてて、その中の一つなんですけど、そのカニを乱獲してしまった植民地 でそこのカニを乱獲して食べていると、なんだか食べた人たちの老人たちの頬がただれていく、でただれて書いていくと、だんだんそのカニの甲羅がここにできてくるという病気があの発生するんです。で各自でそのカニの甲羅ができてきて、あのいろんな若い女性ができちゃったら、あの自殺しちゃったりするんですけど、だんだんその増えてきたから気にならなくなってきて、あるおじいさんがカパッと見たら外れちゃったんですよね。歯茎が丸見えになって、でよく見ると裏側にその味噌が、カニ味噌がついてる。そのカニ味噌がそのカニも味噌がうまかったから乱獲されてて、その味噌を舐めてみるとどうもうまい、あの老人だから別に自分のかさぶたを食べるようなもんで、その衛生管理はなかったんです。で食べちゃって、これはうまいうまいと、その渡辺君の間に人たちの中でこう話題になって、カニの甲羅だけ盗まれたりして、そのうまいからあんまりで、不思議なことにカニの甲羅をはめておくとまた 2,3 日で味噌をたまるほんでどうもおかしいねおかしいねと思ってたら、だんだんその味噌を食べまくってる老人が一人まず亡くなったんです。でもそれは味噌、その病気のせいじゃなくて、あの心臓麻痺で亡くなって、でその男性がどうもなんかあのお仕事が何の仕事だったかな、あの何かの仕事だったんです。でも仕事の能力がだんだんなくなっていってて亡くなったんですね。その結果でどうもおかしいなと思って医者が調べると、その味噌っていうのは本当にあのタラの味噌ではなくて脳味噌が溶け出した最近は脳味噌にいたんです。だからその味噌がそのほっぺたについて、その舐めるたびにだん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 と一番脳味噌を使ってる部分、だから仕事に一番必要な能力の部分を自分がどんどん食べていったと。でもあのそういう、疫病が流行ってるから、その、 あの星には一切貨物船が行かなくなったんです。だからあのご飯がもうなくなって、食料なくなったために、でカニももうほぼ絶滅寸前だから、とにかくもうあの甲羅の裏の味噌を舐めるしかなくなっていって、人々はでも 90% の失業率ができた。要はもう仕事できる人間がいなくなって、ただ不思議なことに17、8以下の子供たちにはかからないんです、その病気は。で最後にその主人公が役所の人間だったんですけど、調べてるのもあの分からなくなって、自分が何を調べたのかも分からなくなって、公園で一人でいると、おじいちゃん、あのあお兄ちゃん、あのカニ味噌舐めさせてっていう女の子が来て、分かんないけどいいよ、味噌を舐めさせてあげるんです。で子供、これもまだ7歳ぐらいか、あと10年後ぐらいにこの子が大きくなるまでにあいつが繁殖してくれたらな、でもあいつってのが何だったのか僕はあんまり覚えてないけどなっていうのがラストなんですけど、なんだかこの老いとか、その何ですか、その次の未来にかけるという、そういう思想がとてもなんか、あの春になると僕もやっぱり毎年毎年春を重ねていって年を取るということを考えるので、なんかね高齢化社会と言われてますけど、やっぱり自分が老いていく過程でどういうものを未来に託して、どういうものを残していくのかっていう自己犠牲 の, あのところとかを考えると、やっぱ春を思い出して、これは思ってたんですけど、深いですね。いろいろね、もう本当楽しい話が、ついやさかさん短編集がすごく面白いので、ついやさかさん、はい、はい、読んでください。ありがとうございます、はい。じゃあもう最後駆け込んでべ、はい、駆け込み行きますか。はい、なんか前回からすごいおかしな流れの方向に行ってますけど、まあ僕の頭の中はもう今春爛漫ということですね、今回紹介しますのが、ラブホテル消えゆく愛の空間学ステイトオブラブ、まあ簡単に言えばこれラブホテルの写真集なんですね。
いろんなところの素敵、はい、すごい、こういうふうについて、これがラブホテルかという、素敵だよ、まあ、これからね、大学生になって、まあ、彼女の一人や二人できた人がね、こういうのを連れて行ってあげたいとか、まあ、またはちょっとあのね、ご結婚されて、まあ、新婚とか新婚旅行行くお金がないけど、ちょっとこういうところに行って、あのなんかいいとこに異国に来たぞみたいな感じを楽しむとか、すごいな、ね、すごいんだよ、全部場所も住所も書いてる、場所ね、一番最後に書いてるんですよ、全部きっちりと、はい、日本なんです、日本です、あのラブホテルは日本の文化ですよね、はい、日本しかないんです、はい、あの最近ちょっと韓国が作るようになりましたけど、基本的に日本しかない、あ、すごい、住所が、まあ、全国いろんなところに住所があります、まあ、細か、渋谷あたりとかはね、なんか皆さんのポロッと皆さん持ってるのどうかと思いますけど、ラブホテルでも東北とか多いんだよね、田舎の方が多かったりするんだよね、あ、立地的に、立地的にすごくでかいラブホテルだったりするんだよね、これだから田舎はほらもうみんなで住んでるからさ、家族がそれはやる場所みたいな、まあ、それ海外もじゃないけどやる場所、アミューズメントパークとかね、そうそう、本当にね、すごいんですよ、一番感動したのは、行ったことないんだけど、うん、車ごと入るラボがあるのね、仙台かどっかで、で車で入って、車でガーッとそのまま入ると、そのまま何回かに行って、でそのまま開くと、部屋にそのまま車で乗りつけるの、へぇー、すごい、で詳しいですね、行ったことない、行ってみたくて、俺はそこ行ってみたいなと思ったんだけど、すごいとこらしいんですよ、まああの書いてた都築恭一さんって結構そういう、ああ、そうですか、ディズニーもミッキーもう何でも危ない危ない、何でも使うもん使ってるよね、ラブホテルの、すごい、でも今儲かってるんですかね、なんかすごいね、利用されなくなって捨てられていくのが怖いですね、なるほどね、はい、そうね、なくなるんだから、なんかこういう作るエネルギーすごいよね、多分ね、バブルの時にできて、あ、それがずっと残ってる、確かにバブル、たまに廃墟とかでもラブホテル、元ラブホテルの廃墟とかでありますもん、なんかアメイズな感じの、なんかいいよね、こういうの行って、俺さ、だからさ、家にこうポンって置いたらさ、彼がね、彼しよ、彼がミッチ、なんか話すの恥ずかしいですけど、つって怖くないのよ、ラブホテル、ラブホテルの話、ラブホテル、かっこよくない、いや、かっこいいし、彼とかおしゃれだよ、え、こんなに愛を素敵にこの人は語る本なのって思ってる、大学の頃買ったんだけど、あ、そうなんですか、もうなんか造形的なね、ゴフだろ、違うんですよ、これはね、ガチ買いですよ、前回に実際俺も持ってる、ラブホブ持ってるんだ、うん、持ってる、いろんな、もっと小さいやつだけど、女子は持ってるとどうなの、でも彼氏が持ってる、でもこんだけ面白いってなんか別物、あれは写真集としていいね、いいきっかけにもなる、ね、そうそうそう、エロい感じしないでしょ、そう、なんかね、すごいね、アーティスティックなとこが結構あるよね、いっぱい、なんか本当に昔さ、ほら、トゥナイトとかでさ、紹介されてた、されてたさ、もうすごい水槽があって、そのプールがあって、もう全部見えるとか、なんか、あ、うん、すごいなって思って、何でしょう、あの回転ベッドとかって知ってる、でも今、あれこそ本当にバブルの頃のなんか漫画とか出てきました、ちょっと締めましょう、ね、盛り上がってしまう、また盛り上がってしまう、面白い、あ、なんかね、今ね、ミッチがね、ミッチが電話中愛のお話してた、いいですか、もうちょっとラボホテルさ、じゃあ、いや、ラボホテルは情報があるのか、あ、そう、情報があります、お、はい、お願いします、ちょっと今回アフタートーク、ポストパフォーマンストークというのをやってみようかなと思いまして、続々 と、ホームページにあの発表いたしますけど、まず4月7日月曜日は、つくりみなみというですね、なんと実は高校、あ、リンダリンダで出ていただきましたですけど、なんと秋と高校の同級生、同級生です、同級生なので、つくりみなみ VS 小野川秋VS 戦いが行われるんです、ジャッジマン米渡辺というですね、まあ、美女と野獣コンビのポストパフォーマンストークをちょっとやってみます。で、4月8日火曜日は、8日目の先民の角田光代さんと私と、そして、なぜか三上洋英先生の3人で飲み立ち、飲み立ちです、なんか喋ろうかと、そして4月9日、4月10日、4月11日のこの水木金も、いろいろ予定しておりますのでお楽しみに、はい、これはホームページにも後々載るんです、もちろん、いや今日もの、はい、乗り始めたかな、乗った、まだ乗ってない、今乗ってます、今乗ってます、はい、ホームページでご覧になります、はい、はい、します。はい、というわけで、まあ今回終わりなんですけども、どうでした？司会。楽しかったんじゃないかな。楽しかった。俺が楽しいってことはいいこと。いいことだと思う。そう、まあこだことありましたけども、あ、電話はもう受け付けておりませんので今日はもう。そうだよね。うん。そうですよね。はい。この劇団虚構の劇団チャンネルなんですけども、来週は。
なしで、はい、はい、ちょっともう結構本番近いので、はい、稽古に集中させてください。申し訳ない。いい作品。ただただですよ、再来週、うん、何日だろう、いつでしょうね。またそれも日曜日だから6日、4月6日ですね、うん、また何が行われるんですか。あ、本番中なのでね。そうですね、はい、前回やりました若干一部に好評だった庄司の部屋という一部に、はい、一部に順番に俳優たちと5分間ずつ全員と庄司が喋る。あれ緊張するんですよね。対マンなんです。対マンなんで、ガッツリ喋ります。バーサス、バーサス、はい、まあでも5分ですから、何があっても5分で、いなくなれってやつですから。はい、はい、面白い。で、あとはそうですね、でこちらのグローブジャングルが4月の4日の金曜日から13日までザ・高円寺で行います。で4月の17日から20日まで大阪の一心寺シアタークラで大阪公演をやります。ぜひチケットまだまだ発売してますので、今からこうアフタートークも決まったので、ぜひぜひチケット購入してください。お願いいたします。というわけで、あとメールたくさんありがとうございました、はい、ツイッターもたくさん来たから、そうですね、紹介できなくてごめんなさい、ありがとうございました。ちゃんと全部読ませていただいておりますので、ありがとうございます。すいません、回すのがね、はい。さあ、というわけで、まあ、今回終わりましたけども、はい、じゃあ、次会うのは劇場かな、うん、劇場でお会いしましょうということで、ぜひぜひお待ちしております。まだまだ、はい、頑張りますので、じゃあ、また劇場でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、お待ちしまーす。おやすみなさい。おやすみなさい。グローブジャングル。または2週間後ね。2週間後。虚構の劇団チャンネル、グローブジャングル特別編。劇場でお待ちしております。また来週。